どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。やっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン S 視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストは、スケトラさん、板前握り寿司さん、カズカズさんからのリクエストですね。阪神の糸原選手を作っていきます。頑張りましょう。右投げ左打ちのショート。どうしようかな。とりあえずオープンスタンスいきます。オープンスタンス10、チームは阪神。走力と肩で行ってみたいと思います。ゴー！まあ、以前の、なんだっけ、平沢大河さんリクエスト、選手リクエストでもあった通り、守備は高めに設定されてるので、やっぱりね、良かったです。ちょうど、そんなところで。これ、シャッフル邪魔だな。まあ、しょうがない。はい。しかし、あれだな、ステージ1回復もねえのか。ちょっと、これは、想定外でしたね。ほい。粘り打ち。はい。いいですね。全体的に悪くない。引きをして、とりあえずゴール。回復がないんで、無理はしない。ネクスト、ステージ2。さあ、なんでここでやる急に回復来るんだが。ほい。で、よいしょ。ここだ。金縛り。金縛って絶好調って手はあるか。割と。じゃあ、よいしょ。よいしょ。よいしょ。はい、シャッフル。で、どうだ？お、いいかもしんない。ゴール近くにみんな固まってくれた。はい。ヤマト選手、総力アップ。助かります。7アップ。で、肩も取っておくと3アップ。で、さらに絶好調維持と。どうしようかな。あっとこう。無理だ。会えない。なんで？諦めた途端に追っかけてくるパティーンだよな。毎度毎度。ステージ3。なんとかしないといけませんな。守備力もちょっとなりに上げといた方がいいですよね。道はだから、できた！こっちだ！こう行こう！はい。とりあえず、肩、守備、守備で。で、選手に会うと。やーばい！走力もうちょっと欲しいんだよな。ロジャー選手、守備力アップ。オッケー。で、まあ、ここで、走力と。カレンさんは多分大丈夫。オッケー、脱出成功、なんとか。とりあえず、ロックオンは大丈夫かなと。しばらく。総力超人伝 C 行きました。よかった。で、これ、どうしよっかな。まあ、行っとこう。はい。で、ちょっと怖いよと。大丈夫。はい、オッケー。パワー強化。ほい。無事様々。やる気はもうすでに絶、いいし、あるからいいや。ゴール。よーし、こっからだ。ここからはもう意地ですよ。ステージ4。とりあえず宝箱は取っとこうかな、先に。端っこだし。はい。北条選手、パワーアップ。ほい。偉人伝、守備手、ハイボールヒッター、いぶし銀はラッキーだな。上行こうかな。上行ってでぐるっと回って下帰ってくる感じで行きましょうかね。そうしよう。はい。よいしょ。で、カレンさんがどこに来るか。1,2,3 あーしんどい。あ、来た、ラッキー、よっしゃ。いやー、カレンさん初手一歩動かなかったのはこれもうラッキーでしたわ。しかも銃回復するのも美味しいし。で、絶好調でここら辺取りまくるよーと。肩もしっかり上げておく。で、よいしょと。ここはてな挑戦。あったー、やった。なかなか良くなってきたんじゃないでしょうか。じゃあとりあえずゴールで。ミートがちょっと低いな。肩はもうちょっと上げたいから、ラストステージ5でちょっとがっつり行きましょう。来たー！パネル転生。ほい。しっかりと行きましょう。ほい。で、いつ変わるかがわからないから、ちょっと一旦待って。オッケー！よし！しかしこれちょっとなんか、逆にこれあだとなるパターンじゃねえか？さては。マップの形が、どっちを、回復を優先すべき。視聴者さんのアドバイスで、パネル転生は長くいればいるほど有利というね、ことだったので、まあ、だからひたすら回復をね、優先していきたいと思います。できるだけ。だから、できるだけなんかこう、でもなんかこのマップいまいちだな、よく見たら。悪くはないけど、ちょっとなんかこう、見栄えがな、形の。はい。で、これでパッと変わる。ほい。守備力アップ。ここはちょっと取ります。はい。隣なんで。意外性体当たり。で、弾道。あ、重いのか早かった変わるの。まあ、3歩ぐらいで変わりますからね。最低でも。
パワー強化。プロ入りは欲しかったな。プロ入り引きたかったですけど。あ、オッケー。はい、これは、はい、取ります。よいしょ。7、美味しい。回復は、ちょっと厳しいかな。だからこっちか。はい。おい、俊介選手。身長。身長盗塁ってどうなの？実際のところ。あんまりいいとこ、ないんですけど。シャッフル。で、どうだ？お、いいかも。上か下かだと下だな。様々。あ、変えられちゃったけど、しょうがない。ほい、10、素晴らしい。野球マン。1号か。だから、パワーと肩か。あ、いいかもしんない。割と。ほい。で、会いに行くのも手だな、これ。あ、その方がいい。で、こうだ。あ、ちょっと待った。これ嫌な予感が。はい。様々。野球マン待って。お願い。よし、来た。オッケー。よかったー。あぶね。あ、弾道4になっちゃったけど、まあいいや。はい。で、走力。1、2、3、4。4歩だったらいけるかな。いや、逆にそしたら、ゴールに向かいながら、回復を狙った方がいい。あー、やばいやつだ、これ。大丈夫か？回復来て、近く。ちょっとこれ、しくったな。おい。これ、しくりたくないな、これは。もう、そろそろゴール向かうか。シャッフル。ちょっと、ここら辺で、だから、うろちょろしよう。あ、来た。はい。オッケー、10。よっしゃ。オッケー、生還。これは、宝箱と見た。ミートが上がる。もう一丁。ミートも上がる。よっしゃ、一気にいった。はい。で、大現象だけは嫌だ。オッケー。よいしょ、2。はい。よいしょ、6。ほい。そろそろゴール向かうか。引き際は肝心。なっと。こっちだ。はい。今非常に迷ったんですけど、こうだ。はい。どうしよう。1、2、3。もうゴール向かおう。本当はプロ入りすげえ欲しいんですけど、ちょっとここはね、無理しない方がいい気がする。だからこれで、1、2、3、4、で、5、6、大丈夫かな、これ。まあ、とりあえずパワー取ります。8、OK、結構回復した。で、これで入れ替われ。OK。で、ミートとか肩とか、肩 S ミートみたいな感じにしようかな。ほい。まあ、ゴール付近であとはやるよと。で、最後これでどっちか選択肢。ほい。あ、回復きた。OK。で、10だったら宝箱取ると。これはラッキーだね。本当に拾い物みたいなもんにしておきましょう。感覚的には。で、さあ、また回復きた。ちょっと待ってよ。怖いな。オッケー、はい。8、オッケー、いいぞ。これはこっちだ。シャッフル。で、いい感じに青が。まあ、いいや、はい。そろそろ引き際と見た。ほい。で、待て。ちょっと怖いな。これはてな、怖いな。いこうか。5、はい、ゆっくり帰る。よっしゃ、オッケー。あ、いいぞ、いいぞ。はい、来た。3。で、最後、これで、シャッフル。で、どうだ？残り、あー、これ怖いやつだ。あー、最後、守備取って終わろうかな。いいえ、で、これで、ゴールよ。どうだ、これ。ちょっと待って、なかなか相当すごいぞ。あ、待って、しかもリクエストで、なんか別のあったな、結構な。あった。やった。これもちゃっかり成功したのもあるね。よっしゃ。じゃあ、とりあえずこれで完成にしましょう。うん。ちょっと補給が重いのか伸びなかったのはあるんですが、正直僕としてはありかなと思います。それちょっと本人って比較だけしておこうかな。ほんと最後ちょっとラッキーでしたね、これは。ああ、そうですね。D、はいはいはい。なるほどなるほど。OK。うん。ちょっと弾道を上げすぎちゃったな。まあ、一応完成とさせていただきます。さらに、これに含めて、もう一つリクエストがありまして、熊沢霊さんのリクエストですね。肩、守備、S のショートを作ってくださいってリクエスト。これもね、完成とさせていただきます。ちょうどできたので、偶然だけどね、本当は。まあ、いただきまして。
これをね、この選手とさせていただきますと。そんなところかな？うん。じゃあ完成です。おい。いけました。結構いいね。なんか、うん。本当になんかこう、鉄壁の守備を誇る。守備範囲の広さもなかなかな感じ。ただちょっと気になるのは、補給がいいなんですよね。それが、なんかプラスになるのかマイナスになるのかちょっと怖いですけど、うん。まあ、ちょっとこれは期待してみましょうよ。ということで、じゃあね、アップロードしておきたいと思います。ほい。番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。それじゃあね、1年間回してみて、どんな成績なのか見ていきましょう。弾道4ということがマイナスに働いてしまったか、ということでございます。打率が2割6分8厘、14本、50打点、4盗塁と、2割6分8厘というのが打率、3位ですね、チーム。そして、ホームランは一応チーム2位ですね、なんとか。ただなんか、そもそも阪神自体そんなホームラン打ってないんだ、全体的に。なんかそんな風な印象を受けますね。まあ、そうだな、ちょっとパワーがね、またこれ B とかあったらまた変わったんでしょうけど。打点50というのがこれチーム6位になります。まあ最後のなんだろう、追い上げっていうか、本当に、なんだろう、本当に、パネル転生でね、結構強引に S まで持ってったのは、まあ良かったのかなとは思ってますが、さ、まあ、ここまではまあ、序の口。あ、一応犠牲バントは、チームトップ。まあ、バント丸なんでね。意外性がもうちょっと発揮、でも、パワー C じゃ発揮されねえか、あんまり。併殺は2ってかなり少ない。いい感じですね。盗塁は4つ、100%。もっとやってよかったのに。上本さんだけじゃないか、こんなんやってるの。走力 S だからもうちょっと自信持っていいのにね。なんていう感じで。さあ、出塁率はまあ高いね。うん。さあ、問題は守備です。肩守備が S で、補給が E なんだけど、これは一体どうなるか見ていきましょう。うわー、思いのほかやっちゃってるわ !29 失策。ちょっとまあ、でも、そうか、そうか、そうか、やっぱり、補給か。ポイントは。うん。ですかね。あ、そうだ、盗塁が少ない理由、これだ、身長盗塁。くそー、もったいないこと。いや、しかし、これは、ちょっと、思いのほかエラーが多かった。うん。29失策か、ちょっと、気持ち多めかななんて。この S に対してですけど、ちょっともったいないところありましたね。というわけで、気に入っていただけた方は、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。リクエストする場合は、動画概要欄をご覧ください。なお、糸原選手に関してですけど、サード、糸原選手、サードだろっていうね、多分声もあると思うんですね。大変、不思議でしたら、本当に、そうだった場合は、大変申し訳ございません。まあ、最悪サードでも通用する選手だと僕は思ってるんですよね。肩が、S で、パワーも C あるし、サードでも使えると思うんで、そこはね、なんというか、ぜひとも、ペナントで、サードで回していただければと思います。というわけで、リクエストする場合は、動画概要欄をご覧ください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。ウカでした。レイでした。またね。またな。